シェパーズ・ブッシュ付近の地下鉄駅シェパーズ・ブッシュマーケット駅は、グレーター・ロンドン、ハマースミスフラムク、シェパーズ・ブッシュにある、ロンドン地下鉄ハマースミスシティ線とサークル線の駅である。当駅は、トラベルカードゾーン2日ゴールドホーク、ロード駅とウッドレーン駅の間にある。1864年の開業以来、 シェパーズ・ブッシュという駅名であったが、2008年10月に、セントラル線の同盟駅との識別のため、シェパーズ・ブッシュマーケットに改名された。最初のシェパーズ・ブッシュ駅は、1864年6月13日に、メトロポリタン鉄道のハマースミスへの延べ新線上の駅として、現在の駅の南側の位置で開業し、1914年4月1日に、 現在位置に移転している。移転する前は、シェパーズ、ブッシュマーケットエリアにある、アクスブリッジロードのちょうど南に位置していた。1877年10月1日から1906年12月31日まで、ハマースミス駅を経由して、リッチモンド駅への直通列車が運転されていた。1900年に、セントラルロンドン鉄道が、シェパーズ、 ブッシュグリーンのもう一方の端にシェパーズ、ブッシュ駅を開業した。108年もの間、同じ駅名の地下鉄駅が480メートル離れたところにもう一つ存在していた。2008年、ロンドンオーバーグラウンド OS とロンドン線に、新しいシェパーズ、ブッシュ駅が開業した。シェパーズ・ブッシュという名前の駅が3つもあり、混乱を避けるために当駅は2008年10月12日に、 シェパーズ、ブッシュマーケット駅へ改名した。他の2駅は近接しており、改札外の理解ができるが当駅はできない。ロンドン地下鉄セントラル線のシェパーズ、ブッシュ駅は当駅から480メートル東、シェパーズ、ブッシュグリーンの先にある。また、当駅は、シェパーズ、ブッシュグリーンの西端にあり、シェパーズ、ブッシュマーケットのある通りを渡って、すぐのところに位置している。 当駅は、ブッシュシアターや、シェパーズ、ブッシュエンパイアを含む、様々な娯楽施設や有名なコンサート会場に、最も近い駅である。また、クイーンズパークレンジャーズ FC のホームスタジアムである、ロフタスロード競技場や、ショッピングセンターのウェストフィールドやウェスト12、ショッピングセンターも近くにある。ロンドンバスの2 7 2 6 283、607、 系統と深夜バス N207 系統が当駅を経由する。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。トラベリングバイチューブ。トランスポートフォーロンドン。2008年10月9日閲覧。シェパード。 フランシス・ヘンリー・ウォラストン、ロンドン、1808-1870、ザインファーナル・ウェン、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス、PP-141、ISBN 97805-20018471。ありがとうございます。